イウェイを走り出す、また新しい旅路へ。誰のため、何のため、自分自身に問いかける。大切なあの人に伝えたいことがあるんだ。君がいるからその街へ僕は必ず帰りたいと思うんだ。東へ西へ南へ北へ、日本中を走り続け、丸になる点と点がずっとつながって、笑顔の丸が描かれてゆく。I love you today も一緒に愛してる、大好きだよ。お会いにティアもさらうへよ、月が綺麗ですね。I love you today も一緒に愛してる、大好きだよ。お会いにティアもさらうへよ、綺麗ですね。18で生まれた街を出て、やがて都会で恋をして、愛してるって聞かれて、愛してるって答えた。おいら嘘をついたような気がした。言葉、あなたは好きと
願いします。2023年2回目のマイホームライブ、ね、165回目、通算165回目は、スイートとサネからのスタートでございました。ではコメントの方改めていきましょう。はい、OK です。はい、スイートとサネ、はい、あ、つつよしこさんこんばんは。あ、おぼつさんもみこさんこんばんは、ありがとうございます。あいのかつさんもありがとうございます、こんばんは。あ、浜中先生、今年初めてのライブ参加です。今年もどうぞよろしくお願いします。お元気で今年も素敵な歌声を聞かせてくださいね。承知いたしました。今年も素敵な歌声をお届けしたいと思います。頑張ります。はい、ひとたくんパチパチ、キャンさんパチパチ、あたにさんもこんばんは。はい、ミラージカさんパチパチ、ということで、ではでは歌っていきましょうか。今日も軽快に歌っていきましょう。今年初のブルースハープですね。ブルースハープ、リハーサルの時にね、ちょっとブルースハープセミナーみたいなちょびっとやったんですけど、穴がね、こう10個開いてるんですよ。普通あの小学校とかで習ったハーモニカとかと穴が多分倍ぐらいあると思うんですよね。あと物によっては2段とかなったりするんですけど、これは1つの穴が10個並んであって、吸って吐いてで音が2つずつ出るので、20個の音が出ると。でこれがあのキーがねそれぞれ違いまして、キーっていうのは、まあ、あの調ですね、はい、これは E フラットってやつです、はい。まあ、基本は C がね基本なんですけど、大体学校のハーモニカとかは C なんですね。普通にドレミファソラシドを吹けばあのピアノと同じドレミファソラシドになると。これはずれてますので、E フラットがドになります。イドードってやつですね、はい、わかりますか、はい。で今から歌う歌は高校時代に作りましたボイス、ね、聞いてください。沈みかけた
ないいくつもの思いをすべて伝えよう。そう決めたのに超えてゆくこともきっと生きるということをどれだけ立ち止まれても決して後戻りできないのだから耳を紹介のコーナーでございます。新年2回目の同志紹介は先週も登場していただきました。まあやっぱりね一週で終わるはずがなかった10分で終わるはずがなかった、次元門シンガーソングライター川田金太郎さんです。はーい、すごい完全に犯罪者じゃないですか、
時間ないからやめろ。ということで、はい、1週間のご無沙汰でした。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、ね。もう来週もよろしくって言われたから、もう1週間同じ格好のままずっと待ってました。確かに僕も同じ格好の機材つけっぱなしで待ってました。はい、ほんまや。ねえ。ね、あ、それ、なんか、A って書いてるのは、これ、もしかしてエンジェルスですか？エンジェルスです。エンジェルスの、なんですか？ガウンかなんか。先週散々サッカーの話しましたけど、来てたのはエンジェルスです。野球です。大谷選手のね。どういうこっちゃって話でね。そうそう、すぐ感化されるけどね。大谷は大好きなのよ。いや、僕も大好きです。やっぱね、確認です。ヒーローって確認。これと、あと、エンジェルスのトレーナーと、あと、エンジェルスの時計と思ってます。うん、めちゃめちゃ持ってる。MLB グッズショップっていうところから買いました。フィギュアは持ってないですか？なんか日本に1000体ぐらいしかないフィギュア、大谷君。あれ、欲しいけどなぁ。いや、だからね、宝くじ当たったらはい、ロスの球場でああいうの配る日があるじゃないですか。ありますね。そういう日に。ド派手な、なんかね、T シャツが配った日ありますよね。顔がめっちゃ T シャツがなんかほら、大谷のさ、首がクン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 動く人形とかさ。ああいう日に行って、はい、で、それもらって帰ってくるっていう、はい、弾丸ツアーをしたいなと。ああ、ちょっとそれ僕も連れてってください。僕も行ってみたいんです。もう宝くじ当たったら、そう。宝くじ当てる前に1曲当てましょう、1曲。あ、そうか。正しい。正しいですよね。真っ当なこと僕言ってますよね。はい、真っ当です。はい。ということで、河原金太郎さんでございます。歌い手であることを感じます。はい。ケンさん、2022年をね、はい、ちょっと振り返りだと思うんですが、うん、やっぱり日本人って、2022年は、ね、はい、なぜ高見のコンサートができたっていうのが、はい、一番のエポックメイキングなことではあったんだけれど、はい、俺ね、1年通して言うと、うんうんうん、本当に辛かった1年ではありました。辛かった。っていうのがね、はい、俺がお世話になった人、うんうんがね、国替えしまくったのよ。国替え、奇跡に入られたんですね、うん。そうそう。1月に小峰先生ね、国見高校の監督であった。国見、去年の1月なんですね。そうかそうか。そうなのよ。1月の7日だったのよ。で、その小峰先生がいたからこそ、俺はその長崎に今でも心に響く人生の達人セミナーっていうのをね、うん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 、高校を回ってやってるんだけど、はい、そのきっかけ作って、その教育界の方に引っ張ってくれたのが小峰先生なの。県立高校ですね。で、その小峰先生のおかげなのかせいなのか、はい、ビファーレン長崎っていうチームができてから、うんうんうん、1年目から12年目までずっと MC をやらせてもらったのよ。なるほど。そういうことをしてね、来てくれた小峰先生が1月で、はい、高橋国光さんってレーサーの方がいたんだけど、はい、最後までチーム国光ってね、チームも持ってて、F1 も乗ったし、はい、日本で初めて2輪で海外で表彰台に上がった人って、その高橋国光さんも、行きつきっていうね、長崎に行きつきっていうところに、20年近く毎年来てもらってたのよ。はい、で、本当に お世話になった人で、うん、俺が尊敬する3人のうちの1人なんだけど、うんうん、で、その高橋国光さんは3月にお亡くなりになったのよ。で、東京にいた時にいろいろと一緒に遊ばせてもらってた、うん、兄貴的な存在だったの横浜銀杯のランさん、リーダーの、はいはい、ランさんが7月に亡くなったのは4日なんだけど、その同じ4日に、はい、俺ラジオの番組でずっとお世話になってた山本幸太郎さんも亡くなったの。もうすごいですね、それ。で、長崎に国見に越してきて一番最初に俺のことを理解してくれて、で、一緒にバンドとかやってくれた塚野さんっていう方がいらっしゃるんだけど、うん、その方がなんとたった67歳で9月に亡くなって、うん、で10月の頭にはアントニオ猪木さん、これ猪木さんの、ね、個人事務所に2年ぐらいお世話になってたんで、そうですよね、はい、猪木さんも亡くなって、で、その高橋国光さんを行きつきに呼ぶきっかけを作ってくれた行きつきの方がいらっしゃるんだけど、うん、この方も60代で小倉さんって方が10月に亡くなって、うん、で、MC ケンタウルスっていうとんでもない恐ろしいモーターサイクルクラブがあるんだけど、はい、そこのボス、はい、飯田さんっていうボスも、うん、すごいお世話になったんだよ、40年前から、はい、その方が、まあ、やっぱり10月に亡くなってね、はい、もうなんかどんだけ恩ある人が亡くなったら気が済むんだっていう、うん、うん、だからもう12月31日が終わるまで本当に怖かったね。2022年あと何があるのと思って、うん、うん、だから本当に恩がある人たちになんかその恩を受けた恩を改めてこう考える1年だったし、うん、で一番怖かったのは、いや、まあ実際今88歳の母をこう介護してるね、うんうんうん、毎日介護暮らしをしてるんだけど、うんうん、
もうそれが一番怖かったね。なるほど。この流れ。だからそれは、まだね、頑張ってくれてるんで、恩返しがまだできてるっていうね。うん。うん、だからあらゆる意味で俺はなんかこう、もし去年1年間を字で表すんだったら、恩だろうなって思うね。なるほど。うん。なるほど。そうそう。恩ですよ。いや、すごい。そういう1年だった。だから感謝。うん。感謝。恩に感謝する、うん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 、で恩返しをするっていうそういう、うんうんうん、1年だったような気がするよ。なるほど、うん、ね、うちもまだ両親は健在ですけども、まあでもね、うん、やっぱりもうだいぶ高齢になってきてますし、ね、いつまでもいると思うな、ね、親って言うじゃないですか。そうよ、親孝行したい時に親はなしって言うけどね、うん、本当にそうなんだと思うよ、うんうん、だから俺はね、まあ、40年以上離れて暮らしてて、うん、まあ、一昨年親父が亡くなって、うんうん、で、当時の6月に、おふくろを東京から連れてきて、一緒に暮らすようになって、そら、綺麗事ばっかりじゃないと、もう大変なこととかさ、いろいろあるけど、本当にね、恩返しをさせてもらえてることに感謝をしてるよ。うんうんうん、いや本当ですね、うん。僕もなんかそれを考える年齢になってきたなと思うと、ちょっとこう、切なくもあり、ね。そうね。真剣に考えなきゃなとも思います。でもなんかそういう感謝を、例えば歌とかを通して、はい、またみんなにもこうね、うん、回していくっていうのかな、還元していくというかさ、うんうん、だって、我々歌い手なんてさ、はい、聞いてくれる人がいるから成立するんだから。そうですね。もう本当その通りですね。はい、だから、まず感謝なのよ。コンサート、うん、どんだけ立派なコンサートやったって、やった方がそれなんじゃなくて、うん、来てくれた人が偉いんだから。うん、もう来てくれたことに感謝だもん。本当ですよ。人いなければ、ね、成立しないですもんね、本当に。ね。だからなんか、その感謝をさ、また多分、こっから7年間という時間があるとさ、はい、いろんな感謝がいっぱいね、こう積み重なっていくだろうからさ、はい、恩とかね。そうですね。そういうのを、うん、ね、また、2030年バーンと。そうなんです。大感謝還元祭をね、はい、ね、やりたいね。はい、40数年前にね、はい、この芸能界という世界に入った時に、はい、そのあるプロデューサーからね、はい、いいかって、うん、感謝しかねえんだからなって言われて、うん、で、うん、で、はいって言ったんだけど、どういうことかって言ったら、はい、俺たちはね、生きていくのに本当は必要のないことで飯が食えてる。うんうん、例えば、うん、家住まなきゃいけない、はい、ね、ご飯食べなきゃ生きてらんない、水も飲まなきゃ生きていけない、はい、ね、洋服も着なきゃダメだ、衣食住、本当に必要なものにみんなお金を使ってるんだけど、はい、ね、芸事歌とかなんてなくたって生きてはいけるんだ、生きてはいける、うん、生きてはいける、ね、うん、生きてはいけるんだって。だから本当に生きていくためには必要のないことでお金をいただくんだ、うん、ね、それはどんだけ無駄なお金を使わせるかってことなんだ。だからこそ、ありがとうございますって気持ちを絶対に忘れたらいかんっていうのが、うん、俺がその43年ぐらい前に芸能界に入った時に、プロデューサーから言われた言葉なの。素晴らしい。真っ当な方ですね。絶対それはもうその時からずーっと胸の中に、うん、ありがとうございます。常にありがとうございます。うん、だから、喋らせてもらって、歌わせてもらって、ね、こんなことさせてもらってありがとうございますっていう気持ちのみさ。うん、素晴らしい。なんか新年からすごく清められますね。うん、ありがとうございます。いや、でも、はい、でも例えばこう、高尾美のコンサートとかに関わらせてもらうんだって、はい、なんか、ね、ステージの上でこう、いろんな感動があったりするじゃないか。はい、それはなんかこうさ、本来だったらなかったものをさ、うん、こう、もらえるっていうさ、うん、感謝ももちろんあるからさ、うん、まあこういうことに関わらせてくれてありがとうっていう気持ちももちろんあるし、はい、だからこそ、あと7年頑張って長生きしなきゃなっていうのが今の目標でございます。ありがとうございます。もうその話で11分いってしまいましたので、まだ金太郎さんの歌をね、紹介できてないんですよ。なるほど。もう一首、アンコールいただいてもいいですか？もう一首だけ。もし。あ、じゃあ来週はもう、純粋に曲を聴いていただく、はい、まず曲聴いてもらいましょうかね。そうね。ね、皆さん、多分、金太郎さんの歌みんな聴きたいと思うので、ね、ご紹介する。これ、ここに書き込みで別にとかいっぱい入ってたら、ざわ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 。ああみたいなね。また来週もみたいな。え、来週も買おうみたいなね。
ごめんね。いや、そんなことないです。あの、みんないい人ばっかなんですね。この、マイホーミーライブ来てくれる人はですね。はい。本当だよね。はい。まあ、ありがとうございます。ということで、一旦ここで締めたいと思います。はい。はい。来週もよろしく。お願いします。今週のゲストは、川田金太郎さんでした。以上、どうしようかでした。今週のどうし紹介は川田金太郎大先生でございましたね。なんか新年早々本当にこう清められたようなそんな気分です、ね、2023年は僕が2008年4月17日に設立した株式会社志音楽工房が15周年を迎えます、ね、やっぱ0とか5とかっていうのは非常に節目を感じるわけですけども、ね、改めてやはりこう職業として歌い始めた時、全国回りながら、ね、出演料をいただいたりグッズを買っていただいたり、それを、ね、ガソリンとしながらずっと回っていったわけです。それで、ね、まあ、実際のガソリンにもなりましたし、自分のガソリンにもなりましたしね、そうやって生きているんだなってことを感じた時、やっぱり生かしていただいてるんだなってことを本当感じたわけですよ。感謝、ね、うん、忘れちゃいけないことだなと思いつつも、人はどうしてもね、忙しくなると、こう忘れてしまうもので、ね、慣れてくると忘れてしまうもので、また改めてね、教えていただいたように思います。15年、15周年ということでね、改めて、その思いを大事にしていきたいなと思います。また来週も金太郎さん出てきますので、ね、出てきますって、ちょっと失礼ですね。出ていただきますので、ね、お楽しみにしていてください。出てきますって、なかなか。はい。では。どっからかな、たくさんコメントありがとうございます。お、だいぶいっぱいいますね。はい、ここから、あ、僕はついさっきまでドラえもん見てました。そうなんですよね、土曜日、5時からでしたっけ、ドラえもんね。昔ね、娘のバレエの迎えの時間がそこだったんですよ、いつもね。で、ちょうど2、30分運転するんですけど、ちょうどドラえもんがね、いつもね、の時間でしたもんね。はい、最近見てないです、ドラえもん。ちょっとね、だからジャイアンがあまりにもこう時代とマッチしてない、こう暴力的な、ね、感じね、大丈夫なのかなって思います。はい、はい、土屋さん、こんばんは。はい、ボイス大好きいただきました。はい、あ、翔子島さん、こんばんは。ボイス私も好きです。あ、いろんな曲を好きでいただいてありがとうございます。はい、あの曲や、あの曲ですね。はい、あ、浜松さん、こんばんは。今日も元気にいきましょう。はい、美穂さん、こんばんは。久しぶりにリアルタイムで見に来れました、楽しみます。はい、まだまだ続きますね、楽しんでください。あ、谷さん、スイートとサネはハワイアンダンスに合う気がしました。ハワイアンダンスって、あのフラダンスとかじゃなく、トゥルトゥトゥントゥルトゥトゥントゥ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 ルトゥトゥン、なんかこうくるくるするなダンスがあるんでしょうか。ファイヤーとかこう持つ感じですかね。ちょっと調べてみましょう。はい、ギターで弾けるようになりたいな。ボイスですね、あの1カポの D なので、喜びの歌が4カポの D で、ほぼ使ってること一緒なんでですね、この辺あのコードをね、覚えることができれば同時にいけます。はい、ついにハープもぜひ。はい、ミラチカさん、パチパチ、キョンさん、パチパチ、土屋瀬さん、パチパチ、ミホさん、パチパチ、ありがとうございます。金太郎さん、こんばんは。あ、よちのりさんも、金太郎師匠、はい、パチパチ。先週は息子がコロナ陽性の連絡が
同志紹介中にありドタバタして見れなかったので今週はじっくり見ます。大変でしたね。はい、ありがとうございます。川田慎太郎さん、金太郎さんです。銀太郎でも慎太郎でも道太郎でもなくね、金太郎さんでございます。はい、宝くじ当てるのと一曲当てるのではどちらが倍率高いのかな。愚問です。そんな愚問ですよ。もう一曲当てる方がはるかに楽だと思います。はい、もうすぐですからね。愚問ですよ。はい、なかなか当たんないですね。宝くじね、だからそのいくら当てるかですよね。それは一曲当てるのもどんだけ当てるのかって話で、いくら欲しいのかですよね。だって100万円とかだと超嬉しいじゃないですか、宝くじで。も人はどうしても1億円当てたがるけど、1億円なんて僕見たことないんで、口座に入ったこともないんでね、多分よくわかんないと思うんですよね。であればきっと100万円ぐらいの方が、もう何に使おうかね、これ使おうかね、ちょっと足りないかもみたいな、ちょっとワクワク感楽しめちゃうかな。もう、まあ、欲張って1000万あるとね、それはもう大谷君見に行きますよ。100万じゃいかないかもしれないですね。100万当たったらとりあえずうなぎ食べたいな。あの3食うなぎ、1日3食うなぎ食べます。朝からうなぎ、昼からうなぎ、夜もうなぎね。はい、はい、金太郎さん、あ、ちゃんと突っ込んでくれてますね。あ、松山敏夫さん、こんばんは。ありがとうございます。はい、金太郎さんは恩を大事にしてる優しい方なんですね。そうなんですよ、見かけによらず優しい方なんです。この7年間で日本中にいる松尾さんのファンの方々とつながりたいです。ぜひ。そうです、もう2030年なんてあっという間ですので、もう今こそチームワークでいきましょう、結束していきましょう。はい、秋山さん、こんばんは、ありがとうございます。感謝の気持ちは忘れていけないですよね。同感です、同感です。ちゃんぽんちゃんぽん、あ、金太郎さんの歌ですね。ちゃんぽん、また来週金太郎さんの歌聞きたいですよ。ありがとうございます。金太郎さん、こんにちは。そして来週アンコール、来週も面白いトークが聞けます。はい、パチパチ。はい、金太郎さん、お疲れ様でした。来週も楽しみにしてます。来週楽しみ、あ、水野さんもありがとうございます。楽しみにしてます。来週こそまとめます。はい、まとめてくださいぜひ。はいはい、はい、15周年、あ、志ですね、ありがとうございます。4月15日、まさに15ですよ、15日に15周年記念イベント、千葉市ライブハウスアンガでワンマンライブを行います。あと、お、お見か月後ですね、ほぼお見か月後ね。今ならまだ間に合うと思います。皆さんのスケジュールね、ぜひ長崎から、長崎関係なかった、長崎じゃない、千葉です。はい、全国から千葉にこの機会にお集まりいただければ幸いです。ちょっとはね、コロナ落ち着いてると思いますし、また旅行支援とかがあると思いますので、はい、はい、出てきます。金太郎さん、ありがとうございます。来週もよろしくお願いします。はい、水曜日も好きです。あ、水曜日ですか、アバンチュールじゃなくて水曜日の方ですかね。はい、松尾さんの曲は簡単そうで簡単じゃないんですよ、どちらと私には。本当ですか、嬉しいような、なんじゃろうな、なんじゃろうな。君に思ったりとかの方がシンプルかな、もしかして。 C、G、F、ちょっと E とか入ってきますけど、オーソドックス。もっと簡単なのはね、君の左手、あれはもう CF、まあ、転調するからあれですけどね。はい、ということでいっぱい喋りました。次の曲はね、大体こう同志紹介の後っていうのは、その日のトークの内容からこう膨らんだ想像した楽曲を歌うっていう定番になってきてます。今回は笑い話歌いたいなと思いましたね。いっぱい金太郎さんのね、お世話になった方が国替えをした、奇跡に入られたということで、やっぱりね、そんな人たちと直前、せめてね、別れる前に笑い話ができたらなと思いますし、まあ、僕もね、そういうのを想像して作った曲でございます。はい、あ、 B マイナー F マイナー頑張ってください、絶対通る道なんでね。では、今年バシバシとオミングバードを使っていきたいと思います。昔昔あるところに、一番大切なものは家族ですと真顔で言う。 She said
常主義の世の中で一番大切なものはお金じゃないですよ。大春愚かな男でした。そういやでも見つかるって限らない。笑い話そう笑い話そう笑い話そう、いつかそう言って泣き笑いしよう。悪くない結末さ。
笑い話でした。こちらね、ヤマハの FG200 グリーンラベルというね、1970年代のギターなんですよ。年末にね、高原ピストルさんのライブを見に千葉のアンガーに行きましてね、ライブハウス行きまして、使ってるギターがこれということを知りましてですね、買ってしまいました。はい、あの音を僕も出したいと思って、まあね、あのやってる音楽的なものは、まあ、フォークという括りでは一緒かもしれないんですが、きっとね、まあ、ポップスからフォークですけど、激しさとか全然違うんですがね、ですけどソウルは同じだと思ってましてね、やってみました。なかなかね、なかなか使いこなすの難しいですね、こうなり方が違くてね。まあどんどん歌っていきたいなと思います。だから曲ごとにね、ギターを変えることで、さらにその曲の良さを引き出すことができればなと、研究していきたいなと思っています。では、最後の曲いく前にコメントいただきます。はい、パチ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 、はい、今夜も配信ありがとうございました。あ、もうお仕事でしょうかね。はい、配信自体はもうちょっと続くんですよ。はい、はい、ありがとうございます。では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 、で、あのちなみにですね、これ1970年代の国産ヤマハのギターなんです。なので、例えばモーリスとかって分かりますかね。うちの父親の部屋にはモーリスっていうのがあったんですけど、このね、この指板のね、この太さがね、もうまさに昔のギターだなって感じ、太いんですよ。すごい、まあ、ある意味抑えづらいんですけどね、この辺がね、年季を感じますね、うん、そして僕が、デコってみました。オミングバード、まあ、ハミングバードって言うんですかね、オミングバードいます。では最後はグレッチを持って、先週人気投票1位いただきました、丸いきましょう。会ったあの
分かち合い、全てあの時始まった。巡り巡るメロディーに乗せて、君と大きな丸を探そう。僕ら誰も一人じゃないと心からさ思えるように、東へ西へ南へ北へ、日本中を走り続け、丸になる天と天がずっとつながって、笑顔の丸が描かれてゆく。ただいまと言ってきますわ、ありがとうございます。そんなこともあろうかとちゃんとご用意しておりました。では最後コメントの方ねいただきましょう。はい、グレッチの音が好きでしたが、オミングバードの深みある音にゾクゾクします。あ、非常に嬉しい。やっぱね、あの新しいものを買って、どう聞こえるかなというのはね気になっているものですので、はい、嬉しいですね。やっぱ3本あるとそれぞれの個性というのが分かってきますよね。グレッチはやはりこう高音がシャカシャカなる感じ、そんなその深みがない分勢いがあるっていうね、そんな感じですね。でこのマーチンはそう考えたらすごいやっぱ優秀なんだなと思って、整ってる、ね、で、オミングバードの、ね、ヤマハの FG200 の方は低音がねまとまってなるんですよね。鳴りがいいんですよ。鳴りっていうのは結局その弦とね、この穴のこの空洞があって音が出るわけなんですけどもね、ボワーってなるわけですけど、それやっぱ木の素材とか年季によってあの響きが違うんです。人間も一緒ですよね。めっちゃでかい声出せる人もいれば全然出せない人もいるのは、まあ、この辺の器とかね、まあ、空気もあるんですけども、影響するわけで、それはねあるんですよね、ギターにも。でしかもやはり古いギターって木がねやっぱ成熟していくのか鳴るんです、まあ、古いから鳴るってわけじゃないんでしょうかね。鳴るんですよ、はい、でかいんです。息子のギターがモーリスです。あ、そうですか。そう、うちの父親のギターモーリスね。だから僕が大学入ってすぐにこのマーチンを買ったんです。学生ローンで36万円。ね、もうあの頃からそれ一桁違います。いや一桁言い過ぎかな。にしても今、あ、でもね2、300万ぐらいのイメージですよきっと。ほんとねよくやったなと思います。で夏に初めてのね帰省の時にもうドヤ顔でマーチン持って帰ったんですよ、長崎まで。で父親に見せるわけですよ、俺マーチン買ったよってね、ちょっと弾いてみてみたいな感じで。で僕もその父親のギターを弾いてもう愕然としました。モーリスの方が鳴るんです。音がすごい出てて、と思って、
あれ？こっちマーチンなんだけどなと思いながらね。でもその謎がね、やっと今解けた気がします。今のマーチンだったらあの頃のお父さんのね、モーリスに負けてないかなと。そう思います。はい。あ、ずれた。このタイミングでずれましたか。ちょっと待ちましょうかね。MC で落ち着くかもね。歌う前に決めましょう。はい。はい。皆さん、丸、パチパチ、キー、丸、丸使いきました。ああ、これ丸の前の話ですか？もしかして。おっと。おっと。アンコールオミコール。アンコールオミコール。丸、丸。アンコール、アンコール、アンコール。最高の。アンコールいきましょう。アンコールオミコール。アンコール。あっという間に1時間ですね。これから家に帰ります。アンコールも聞かせていただきますね。ありがとうございます。お気をつけて、ね、クリニックにいらっしゃったんでしょうかね。帰ってください。今年はね、尾道にも行きたいと思ってます。はい、もうどこにでも行きたい。ね。あ、尾道来てください。ありがとうございます。行きたいです。はい、で、来週新しいちょっとパターン1個作っておきましょうね。音声のね。では、アンコールありがとうございます。合言葉。そのままでいいとあなたが言ってくれたから、次の一歩を踏み出すことができました。愛されることは許されることと知りました。いつも心にあなたが奏でる愛の言葉、願いが一つ叶うなら、安らぐ場所で夢を見させて、柔らかな夢を、あなたが私の帰るべきスイートホーム、特別扱いは一人ぼっちに感じるから、変わらぬままでいて、今日も明日もその先も、合言葉、あなたと私をつなぐ言葉、確かな未来があるのです。人知れず何度も涙を拭いました。いつも心にあなたが奏でる愛の言葉、ニトラの丘で愛しく思う何気ない日々を、憧れ続けたこの窓の向こう、いつでも望みを胸に抱え生きてゆこう、命のきらめきが誰かの光となるように、
光が差し込む華やかな道のようで、心が抱いた歌うこの由来道のような、矛盾だらけの私の心、また一日繰り返すけど、愛の言葉、どうもありがとう、松尾貴文でした。また来週もお会いしましょう。バイバイ。昔昔あるところに、一番大切なものは家族です。はい、どうもありがとうございました。明日1月15日はいよいよ今年最初の、ね、プレミア配信でございます。まあ、有料ではございますが、90分ほどしっかりとテーマを持ってね、がっつりと歌っていきますので、いっぱい聞きたいなと。たまたま明日空いてるわって方はですね、こちら QR コードの方を読み取っていただければ幸いでございます。またお会いしましょう。そして CD その他グッズはこちらの方シオン堂からよろしくお願いいたします。ファンクラブ会も大募集中でございます。はい、そう、月額おみ100円からですよね。おみ100円、何かを我慢すれば、なんだろうな、タバコ一箱ね、まあ、僕タバコ吸わないで、なんですか、500ミリリットルの缶ビールね、1本我慢すれば、ファンクラブ松尾高美を応援することができるということで、よろしくお願いいたします。では、コメントの方いただきます。はい、はい、あ、私が練習したい言葉、はい、はい、今度聞かせてほしいですね。あ、津田元子さんこんばんは。今日は忙しくて今になって入りました。ごめんなさい、後で拝聴します。ありがとうございます。はい、悩んでる時そのままでいいと背中を押してくれる一曲です。ありがとうございます。僕もね、この曲はもうここの歌詞から出てきましたね。そのままでいいとあなたが言ってくれたから、次の一歩を踏み出すことができました。はい、今日もストロークは違う、あれ今日も違う、大体一緒なんですけどね気分ですよ、その時の空気ですよ、現場に合わせて施していく、これ技です。大体でも一緒ですよ。でまして、あと僕思うのは、あのクラシックじゃないんでね、完コピする必要がまずないと。もう本当好きにストロークして好きに弾いちゃってください、ね、はい、癒しの時間ありがとうございました。はい、ありがとうございます。リアルタイムで聴けてとっても楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今夜も心地よく聞かせていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、聞き苦しいですが、それでもよければぜひ、ね、僕にも動画送ってください。はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。幸せな時間でした。おみ完了、おみ注入ね。はい、明日もありがとうございます。楽しみです。はい、ひょうとくもありがとう。明日も楽しみにしていてくださいね。日本酒を飲んでしきちゃんとゆっくりしてください。はい、またお会いしましょう。今日は会津中将ね、福島県の会津中将生酒をこれからいただきます。ではありがとうございました。またお会いしましょう。深夜2時分かって
ってるんだよ、分かってるんだよ、分かってるんだよ。